こんにちは、かっちゃんです。今日はエブリデイとってきゅうさんに来てます。イエーイ。今回は大人気企画ミニクレ仙台プレイやっていきたいと思います。イエーイ。ちょっとね、取れないと下手くそと言われるので、毎回ね1プレイずつやってるんですけど、今回はね遊ぶミニクレのシリーズは厳選してやりたいなと思います。まあね、ミニクレが1プレイで取れることがまずめちゃくちゃすごいことだからね。まあね、台もいっぱいあるので、今回ね1プレイでも取れそうな可能性のあるものを全台やっていきたいと思います。かなりね、あの確率機もなんか結構天井高めの確率機だけはちょっと避けたいなと思います。それでは行きましょう。やばい、カメラの調子最近悪くてさ、撮れてなかった。今ね、1,2,3,4,5 台プレイしました。これダメだって、これも撮れなくて、これねプーとか言ってね狙ってたんだけど撮れなかったね。これも撮れなくて、これね撮れたんだよ。こちらヘッドです。撮れるシーンが取れてなかった、めっちゃショック。まあ、次ちょっと取れそうなので行きます。これ多分取れます。いや多分ってか結構取れる。これね確率無視ゲットできますね。この景品がもう落ちかけてるので、あ、これ以上手前来ない。そこだけちょっとむずいけど、うわー、ちょっともう100円いいですか。これもう少し手前来ればな、いいんだけど、どうだ。あら確率来ちゃった。あら、かわいいウサギのキーホルダーゲットです。これは指輪かな、取れるかな。おお、確率キー、確率きた。やった。まあお家で紹介します。ルーパールーパーいきます。あら、さあ10台目です。あー、ちょっとねスカスカだから確率頼りかな。調子いいね。お、やったー、10本かな、ゲットです。調子いい。なんかさ、この台めちゃくちゃ取れるようになってない。こんな取れなかった記憶なんだけど。あ、これちょっと位置調整してもらいます。クッキーなね、かわいい。こい、惜しいな、惜しい惜しい。おお、これもちょっと落ちそうなところに1個ありますね。これちょっと寄せ取りでタグが若干な気になるんだけど、いきます。あ、入り込まない爪が。あ、来た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 。寄せ取りです。調子いいんだけど。ゲットです。猫ちゃんお願い。おいおいおい、惜しい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 。うわー、これさ積み方がいい感じだったら取れそうなんだけど、ちょっと取り出し口付近が取れそうなのないな。まあこれかな。あ、待って待って待って、めっちゃいい。めっちゃ調子いいんだけど。イエイ、確率無視。うわー、何これ、めっちゃ可愛いんだけど。めっちゃ可愛い、クマさんなのかな。めっちゃ可愛い。待って、あー離したか。でも移動するからうまくいい位置狙えば取れそうですね。さあスライム、前取ったことあるスライムより大きいな、大きくなってる。これちょっと取れそうだけど、どうかな。あらー、ダメだった。入り込めばワンチャンあったかな。気持ちよさそうなアザラシくん、ピンクにしようかな。こい、これ滑り止めついてて、これもゴム系だからね、しっかり掴めました。へえ、かわいいよ。だるまにしようかな。いきます。服があるかな。あー、惜しい惜しい。おお、これ前回このショートケーキゲットしたのはルービックキューブです。ハンバーガーが可愛いからハンバーガー狙います。いや、これ欲しいな。めっちゃ可愛いよねこのルービックキューブ。いきます。おいおい、マジで欲しい。あー、欲しかった。20台目、マインクラフト、可愛いね。これにしよう。クリーパーの顔がついてるやつね。あー、これ欲しいんだよな。いずれゲットしたいなって思ってる。これはウサちゃん、ウーパールーパー、ウーパールーパー人気だ。ちょっと極力取り出し口近く狙ってみようかな。はい、はい、一本の爪が、あらー、ミスりました。さあこちらウミウシくん、どうだ。あー、
続いてハムちゃん、珍しい色のハムちゃんだね。爪は下までいかないけど、おお、ここ確率きてたんだけど激しく揺れすぎて落ちちゃった。これ確率入ってるね。もう一回行く、せっかくだから。ちょっと縦だと掴みにくいが、この横になったのをついでに狙おうか。激しすぎ問題で、ほら確率入ってます。イエーイ、ゲット。なんかあれ、なんだっけ、ピーって叫ぶやつ、ピーって叫ぶやつ、ピーって。あのね、ここら辺の台が、まあ、1プレイの話ね、1プレイの話ではなかなか取れにくいので、ちょっと見ててもモヤモヤしちゃうかもしんないから、スキップしようかな。それか気になるのだけ狙おうかな。これかわいいステンドグラス狙ってみよう。さあどうかな、お願い。寄せれそう。ちょっと頑張ってみる。燃えてきた。寄せ取りでいきます。回転しなければスルー。ほら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 、待って待って待って、移動するのよこの景品なので。寄せ取りで次へ。どうだ、ちょっと待って、これ寝かしてもらおう。縦が取れなくて横にしてもらったんだけど、初期位置だって。なんか移動するから悔しいんだよね。あら離れちゃった。え、初期位置なのかな。まあ、ちょっと残念賞ですね。いや惜しいなこれ。多分ね、さっきみたいに寄せた位置から横に倒してもらってればゲットできてたんだけどね。まあ、そういう感じでね、ちょっと難しめなので、1プレイではなかなかって感じなので、気になるのだけやっていこうかな。本当に欲しい商品。さあちょっと寄せ取りで、あ、タグがね、今タグに爪が入っちゃったのがね。うわー、かわいい。僕アメリカンレトロ系好きなんだよね。さあ30プレイ目、あっという間の、来るかな。うわー、このままこっちに倒れれば。うわー、これマイクがかわいい。あー、ベイマックスかわいいな。あのベイマックス超かわいくない。あ、このマイクもかわいいな。何このデザイン超かわいい。あ、ちょっと寄せ取り失敗。ちょっともう一回もう一回、よそ見してた、よそ見。しっかり狙います。若干寄せ取りで。あら、まあね、難しいからね。じゃあこちら行きます。あれ、これ水ヨーヨーだよね。水ヨーヨーがうんちになってる。あー待って、やばい、これはあれだ、もうスカスカというかギリ届くかな。ここ行きます。ちょっと穴開いちゃってるから、これ届けばいいな。それそれそれ、そうそう、それそれ。オッケーオッケーオッケー、コロリゲットでーす。うんちの水ヨーヨー、これはゴムかな。あ、これ伸びますね。これ伸びます。何回か取ったことあるハーモニカがあるの。いきます。つびっこ落ちちゃった。あら失敗。ハロウィンはとっくに終わってる。ミニオンのスタンプいいな、取れるかな。ちょっとね、飛び出てるのがないから掴むの難しいけど、どうかな。あー、来た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 、よし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 。じゃじゃん、この何、蓋がないタイプのハンコ初めてゲットです。これはシュシュかな。寄せ取りで取りたいけど、積み1個落とすか。落としてみます。軽いからワンチャン落としていけると思うんだ。はい、パワー入ってる、イエイ。さあ僕の腕に入るかな。入りました。うさ耳ついてる。これモコマル用だね。モコマルシュシュ。なんか取れるところないな。爪が入り込むとこがね難しいです。おーおーおー、あー、これ次取れるよ。ほら、もう寄せ取りで取れますね。残念。いやー、これ爪落としていけるかな。行ってみます。あー、引っかかってる。ダメかも。あー残念。あ、もう一回車チャレンジだ。これ前タイヤ全部ゴムついてないんだけど、面白い動きそうだね。ゴムがついてないのどうなるんだろう。あー、まさかのそっち。おー、ゲットです、イエーイ。おー、もう40プレイ目です。いけるかな。ちょっと離れてるんだけど、あー回転が悪い。待って、ワンチャンあるぞこれ。
ちょっとやばくない？回転してさ、ちょっと狙い外れちゃったけど、ここのくぼみのおかげでつまめました。ゲットです。おしゃれだね、白色の子ゲットです。調子がとてもいいです。ここら辺もね、ほら景品見たらわかるけど、1プレイで取れる想定されてなくてね、豪華な景品多いよね。気になるのやっていくか。じゃあ一応こういうの狙ってみる。これ右にも左にもいけるね。さあ、こんなのがね、100円で取れたら嬉しいよね。どうかな、確率入ってんのかな。ちょっとね、重心うまくつかめなかったからどうなんだろう。ちょっと角度が難しくなっちゃったから、これはちょっと厳しいな。横になってればもう一回狙えたけど。鬼滅いきますか。渦井天元、もう少し手前やりたいけど、これ以上手前来ないのでね、少し手前にね。あー、離したね。やっぱ難しいよね。100円がね、難しいっていう。うわー、グリーベイビーズだー。取ってきはここ以外にもあるのかな。グリーベイビーズゲットできる台いきます。おおおおお、うそうそうそ、確率ゲットだよ。かなりアンパー強かったよね、確率入ってて。まさかグリーベイビーズがこんなとこで取れるとは思ってませんでした。また増えちゃった。すみっこぐらし、エビフライのしっぽ、なんか可愛いバージョン。うっそ、待って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 、これゲットですね。これゲットです。店員さん呼びます。はい、ありがとうございます。ゲットです。可愛い、なんかエビフライのしっぽに耳がついてる子犬、ワンちゃんバージョンだ。可愛い。麻雀、大人向けだね。やったことないけど、2と9と8、好きな数字。じゃあ8で。はい、お馬さん。残念。うわ、これ見たことあるな。これ見たことあるぞ。なんか変わってない、もしかして。ワンちゃん、何これ、キツネ。あら、さあこれがなんかゲーム機。うわー、黄色ギリ届かないな。黄色が良かったんだけど。あら。さあ、ここのフロアラストです。51プレイ目かな。滑っちゃうね。はい、このエリア終了です。終了です。あ、これがあるか。これ行きますか。どうする、これほぼほぼ取れちゃうんだよね。だから欲しいの狙おうかな。一発ゲットできちゃうかも。行きます。あら、これゲットしたらもう一気に塗り絵できちゃうの。めちゃくちゃ良くない。ほら、塗り絵セット、いきなり塗り絵できちゃう。これ寄せ取りする意味なかったかな。ゲット、え、ゲットじゃないだと思う。真ん中狙うべきだったね。あ、これは可愛いね。消しゴムと鉛筆セットだって。こっちの鉛筆可愛い、消しゴムも可愛い。じゃあ真ん中狙うね。いきます。あれあれ、難しいぞ。まあ回転のタイミングが悪かったかな。え、なにこれ、つぶらなペン。なに、気になるね。これさ、奥狙ってさ、ダメなのか。2個3個取れそうなんじゃないと思った時にダメなのか。嘘でしょ、待って、危ない。ストップボタン早めに押したけど、それでもちょっと危なかった。じゃあお家で紹介します。気になるね、つぶらなペン。さあ、コップです。コップが増えてきたよ。僕の大好きなデールがいるので、いいね。奥見るとわかるけど、なんかサインが、サイン風なものがあるね。あ、マックイーンいいな。僕最近マックイーンハマってる。ガッチリン。ガッチ。イエイ。デール。大好きなデール。あー、これなんか前回狙ったな。取れたっけな。このデザインだった気がするんだよな。でもあれ、こっち落ちちゃってるから、こっち狙いますね。落ちてるってことは取れなかったのかな。あ、やばい、僕も取れないかも。あれ、なんか調子悪いね。さあ、貯金箱上手に狙って落とそう。これストップボタンが大切だな。まあやっぱポストといったら赤色でしょ。いきます。
はい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 、このくぼみをキャッチゲットです。だって貯金箱を使ってないから、あれこれ開けれんの？開けられない。溜まったら壊すんだ。すごいね、そんなのがあるんだ。うわー、やりたいかも、これやりたいかも。ピストルじゃないところがいいね。やっぱど真ん中かな。いきます。いやー難しい、こすらないの難しいね。え、実用的、実用的なのが、あ、僕のサイズですね。部屋用にさ、欲しいじゃん、靴下って。え、待って、これもやばいかも。あ、でもつまん、これいいね、いいね、いけるいける。危な、細長いの難しい。ゲットです。開ける、イエイ。なんかアームがさ、この爪がさ、奥にこう一本奥に行っちゃうと難しくなっちゃう。はい、このエリア終了です。次の隣の方にいてラストですね。頑張ります。それではラスト、こちら側行きます。レトロクレーンゲーム頑張ります。これ僕が好きなシリーズのなんかムニムニのやつです。最近流行ってんね、シマエナガバージョン、もちもちパウダービーズっていう名前なんだ。うーん、めちゃくちゃゆっくり。ストップボタンなし。欲しいな、これ好きなんだ、気持ちいいよこれ。おー、しっかり掴んでる、ここまでは。おー、ゲット。これね、確率値ではないからね。やった、ゲットです。これ毎回100円でゲットできる台じゃないから嬉しい。え、めっちゃプリプリ、気持ちいい。お家で紹介します。うわー、ドーナツのガチャガチャだ。ガチャガチャがね、ゲットできるのいいよね。今さ、ガチャガチャどこも100円じゃないじゃん。なんか届きにくそうなんだよな、どこも。まあ、若干飛び出てる緑狙います。これね、入り込むかな。手前の爪が、あー、入り込みそうなとこないんだよね。変色だって。え、何これ、2代目。今までのとちょっと違うのかな、色変わるの。今までと違うかも。いきます。青がね、掴めそう。これね、この距離感だったらね、ミスりにくいね。あ、やばいやばいやばい、ツルツル滑って変なところへ。これ青いってるかな。やばい、ツルツルいってるよ。あー、マジか、めっちゃ気になる。握ると3色に変化する。ちょっとこれね、気になるからもう一回狙おう。これなんか逆に釣るって言って難しいから、いやでもどこ狙おう。もう一回だけね。なんか取れそうだけど、ほらここでね、ツル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 滑って重心がね、変なとこ行っちゃう。さっきと同じか。同じだ、無理だ。リラクゼーションスライム、何このアーム、なんかすごいよ。ほら、何この棒みたいなの。まあ、この棒の方が、あー入り込まない。この棒が難しいことになってる。いやー、なんだこれは、難しいよ。うわー、シャボン玉、久しぶりに遊びたい。シャボン玉、プーさんかわいいな。プーさんにしてもらった、かわいいもんね。ゆっくりゆっくり、さあそっと持ち上げてください。なんだけど、なんかギリギリなんだけど、これね、安心できないんだよね。これ入んないことも全然ある。弾かれる。おお、来た来た来た、やったー、かわいい。これ飾るだけでもかわいい、ゲットです。さあ次は狙いが小さめですよ。ユニコーンキラキラ指輪、はい、かろうじて、あー、いい感じに掴んでますね。ギリギリが怖い。よし、うん、想像の何倍もキラキラしてた、かわいい。まあね、指輪にしないかもだけど、飾ってもかわいいですね。立てかけられる。ユニコーン好きなんだ、キラキラ。さあレゴブロック、面白い形のカプセル。おお、しっかりと掴んだ。はい、おお、危ない、ゲットです。レゴブロック、あなたの推しの色。なるほどね、僕黄色なんだけど自分の色。ふわふわ推し色キーホルダー、
ってめっちゃふわふわ、うん、触ってる感覚ないぐらいふわふわ。意外とむずいんだよね。お、スライムねちょっと取れにくいんだよね。ここあんまり取れないけど、これ取れそう。お、来た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 、スライムだ。お、久しぶりのスライムゲット。光るうんちくん、うんちくん人気だね。ちょっとね、撮影難しいんだ。ここかな。よし、イエーイ、ゲットかな。ゲット、うんちくん、ウォーターボール、これはいいね。何色にしようかな、緑かな。あー、ミスった。今迷って話しちゃった。ピンクと緑に迷ってピンクにしようと思ったけど、うん、迷っちゃった。ちょっとピンク行き過ぎちゃったかな。決めてからね、ボタン押さないとね。あ、でも大丈夫だ、ギリ間に合った。 OK。 ちょっと大きいから穴に入るかな。この穴に弾かれること結構あります。今ね、ちょっとね、重心右寄りだから弾かれちゃうかも。どうだろう、お願いお願い。あ、大丈夫かな。ちょっと右寄り、 OKOK。 おお、柔らかい。時計だ、また紹介します。さあ、ムーミン、ムーミンじゃないや、ミッフィー。これなんかね、3個ぐらい持ってるぞ。3個目ぐらいゲットです。イエーイ、3個目ぐらい。え、めっちゃリアルなイチゴのキーホルダー。イチゴの季節だね、イチゴ狩り行きたいな。袋がね、あれやばいね。袋が結構大変なんだよ。あー、ダメでした。袋をね、想定してキャッチしないとな。残念、この列終わりです。さあ、残すはあと少し。うわ、かわいい。これはデールチップか。チップがかわいいけど、プーさんにします。この中だったらプーさんかな、デザイン的にね。まあ、全部好きなんだよ。これね、なんか 2,3 回で1回確率くるかなってイメージ。何これ、機械の特性上途中でアームが開いてしまう場合があります。意図的な設定ではございません。だって、え、そうなの、そんな気まぐれなの。うわー、パン食べたい。何この美味しそうなパン。ワッフルかわいいかな。美味しそうなパン。さあ、どうだ。お、これ確率来てるかもね。よしよし、ゲット。わ、ちょっともっちり系のスクイーズだ。ちょっともっちりしてるのがいいね。イルミネーションライト、これさっき狙ったやつに似てない。それよりはちょっとちっちゃいか。さっき何回も挑戦したやつのミニチュアバージョン。取れなかったからこっちは欲しい。お願い。あー、なんてやばい掴み方してる。お、あー、離した。惜しかったな。ゴリラ、スペースゴリラだって。スペースゴリラ、スペースゴリラとは。おお、結構しっかりきそう。これなんか確率入ってると予想します。わあ、来た。あいや、離した。重きし離した。これは機械の仕様なのかなあ。いつもね、こっち側にあと2個だけ台があるんだけど、あ、ないね。って感じで、ミニクレ終わりました。こんなに取れました。かなりいい収穫でしたね。では、お家で紹介します。